I hate how there's no like directory on like everything, you know? Like at the very least, just like a list of the characters that's available and stuff like that. ヨドマリ石をここに置いてくれ。すでに宝石の加工を請け負う職人を呼んである。そういえば急いでいたからまだ講師に会えてないな。職人への支払いは、そうするしかないな。ところでここが操船儀式の会場になるのか。ああ、この場所を貸してもらい儀式の準備を行っている。これはリーユエ七世が黙認している。ここであんな大事件が起きたばかりなのに。あ、そういえばオイラたち容疑者だから戦艦軍には気をつけないと。でも絶雲の間から戻った後、戦艦軍に狙われることはなくなった気がする。それとここに残っている岩王デイ君の体伝統的な呼び方を用いれば先祖の亡骸だ。そうだ、その名前だ。勝利は何でも知ってるんだな。勝利、それで先祖の亡骸は七星に隠されてるんだよな。まだ犯人は分かってないんだろう。七星は犯人の心当たりがすでにあるようだ。もしくは犯人への手がかりを全て揃えたか。そういうことは玉慶大の偉い奴らに任せておけ。彼らの心配をしてもただ悩みの種を増やすだけだぞ。儀式が行われるまで先祖の亡骸は一時的に黄金屋に保管されている。黄金屋って、リーウェ唯一の造幣局でありテイワット唯一の造幣局でもある。七国で流通するモラは全てそこで作られているんだ。オーマイ、ヤスマイモリ、ヤス。いや別に悪いことなんてこれっぽっちも考えてないぞ。ただモラクスがいる場所にふさわしいなと思って。Yes, yes. でもなんで勝利はそんなことを知ってるんだ。操船儀式は七星に黙認されている。いわば半ば公式の催しだ。だから俺も内部の事情に一部精通している。それぞれの目的があるのだろう。でもまあこの商業の都ではたまに人に利用されることも受け入れなければならない。契約の神が治めたリーユエでは契約だけが裏切らない。契約以外のことは俺は特に気にしていない。さあそろそろ儀式に必要な高校の用意に取り掛かろう。高校？どこで手に入るんだ？いや神へ捧げる高校を作るには芸商花が必要だ。その品質も特別なものが必要になる。芸商という名の花はその花弁が上等な繊維素材ゆえ絹織物に多く使用されている。その香りは清らかで上品な美しさがあり神への貢ぎ物など厳粛な場にふさわしい代物だ。また勝利が上流階級の豆知識タイムに入った。詳細は割愛させてもらおう。まずは俺と共に商人から材料を買いに行くぞ。 Okay, well, it's yo, this is a long quest, and like, I'm not even saying that, you know, because it's like
I don't know, man. I guess it feels long because the amount of lore to take in is like quite a lot, not gonna lie. Oh wait, it's Bullseye, right? Here we go. ゲーショーバナ？もちろんあるよ。どの種類をお探しで？種類？一番品質のいいやつがいいよな。ゲーショーバナってそんなに種類があるのか？何も知らない他国の人間か。そんなことを聞くとは。Oh, wow. 金翼増強、山の花錦、標標たる千円。この3種類の芸商花をそれぞれ一株見せてもらえないか。おお、お客さん苦労とですな。隣の二人は召使いでしょうか。召使いなら旦那様より先に口出ししない方がいいぞ。さあさあご覧ください。何か質問がありましたらぜひ遠慮なく。ふん、育った環境や交配状況によって芸商花の特徴は変わるが、店主が用意したものはどれもいい状態で保存されているな。例えばこの品種、枝が生い茂り、数井が金の屋敷に隠された美人を思わせるこの様、緑の葉が長く育ち、その多くは水の条件が複雑な場所で成長する。そしてこっちだ、山の影や湿気の多いところにある芸商花は花弁が大きく育ち、花蕊が密集しているため香りが濃くなり、まさに花錦の名にふさわしい。最後の品種は枝も葉も花も密度がかなり低く、花が咲く時の香りも淡いが一番長く持つ。個人が仙人のもとを訪れるため山を登った時偶然見つけたものだ。しかし今となっては野生の芸商花の多くはリーユへの地理の変遷により絶滅している。はあ、旦那は詳しいですな。私もそこまでは知りませんでした。たしなむ程度だ。こちらの旅人の方が侮れないぞ。いつか大陸を踏破するものになるだろう。褒めすぎだぞ勝利。それでこの3種類の芸商花のうちどれを選べばいいんだ？店主、全部もらうぞ。またか！芝居を見るときは一番人気の役者を選び、鳥を飼うときは貴重なガビチョウを選ぶ。それが人生というものだろう。Oh my god. More life lessons in Genshin. だが、I like that. 今回3種類とも買うのは、俺の人生の心情が理由ではない。知らないとは思うが、伝統によると品種の異なる芸商花をそれぞれ高校にし、七天神像の前に捧げることで元王帝君が気に入ったものを選んでくれるそうだ。こういう古い時代のしきたりや一部複雑すぎる伝統は徐々に簡略化されていったがな。 Is that why we served three foods and not just one where in the last quest? しかしこれは3700年間七神の一座に属してきた神の操船儀式だ。ふん、それでうん、モラは持っているか？Yo, this guy. またモラを持ってきてないのかよ勝利。お客さん、すみませんが一つお聞きしてもよろしいですか？これらの花は元王帝君に捧げるものなのですか？そうだけど。はあ、それなら早く言ってくださいよ。あのゲーセン儀式の後、私も良くない噂をいろいろと聞きました。不吉なことは口にしたくないので割愛させてもらいますが、とにかく元王帝君のことが心配で、あの噂が真実なのではないかと
気が元王帝君のためならお金は取れません。私からの気持ちということにさせてください。いいのか？元王帝君がいなかったら私みたいな一般人の住む場所などなかったのです。過去に元王帝君が歌を作っていなければこの芸商花だって重宝されることはありませんでした。今まで見聞きしてきたリーユへの風土や人情って神様が与えてきた恩恵の結果だったんだな。とにかく礼を言う。これで俺たちの憂いは一つ解消した。金を忘れてきた勝利のせいだろう。いえ、ほんの気持ちですよ。花は手に入れたけど、これをどうやって高校にするんだ？できれば高校を作れる職人を探したいが、俺の知り合いにそのような人物はいない。うん、勝利の友達はみんなお金持ちだろうしな。だから都市の中を探してきてもらえないか。普通の家庭の女性であれば作れるかもしれない。I feel like there's one that I know that I think is a good candidate for this. そういうことなら、いい香りのする女性を探せばいいんだよな。まあ、悪くない仕事だ。Okay, Paimon. 七天神像の付近で待っている。高校ができたら、そこで合流しよう。Okay.冒険者協会に作れる人がいるかもな。嵐姉さんに聞いてみるか。確かリーユエ支部の会長だよな。I think he already knows the most of the people that you know we talk to will definitely give it free or something. Cause I mean he's so chill not bringing money, but like he asks for everything.I don't know. 嵐姉さん、手伝ってほしいんだけど。悪いね。もう長いこと依頼は受けていないの。他の冒険者は当たってちょうだい。依頼を出すほどのことじゃないんだ。ちょっとしたことだよ。You smell great. Yeah, fuck it. え？あなたたち、私をからかってるの？私はいつも外を走ってるの。そりゃ見た目には多少気を使ってるけど、いい匂いなんてとても。でも嵐姉さんから確かにいい匂いがするぞ。高校じゃないなら何の匂いだ？そう言われてみると確かに何か香るわね。あ、もしかしたら戻ってくる時に積んだ精神じゃない？ずっと持ち歩いてるのよ。ああ、そっか。嵐姉さんも花を摘んだりするんだな。薬に使うからよ。はい、この話は終わり。高校なら、キメイに聞いてみたら？あの占い師のお姉さんだよな。うん、確かにいい匂いがしてたかも。じゃあ行ってくる。ありがとな。Wait, what? Okay, well, it's 100% different from who I thought we would talk to, but I guess, okay. Hello? Hello? 何かご用かしら？なあ、ちょっと聞きたいんだけど。ごめんなさい。こんなにストレートに言われるとは思わなかったわ。でもあなたのことまだそんなに知らないし。いや、そういうこと。普段高校を使ってるか聞きたいだけだけど。高校なら使ってないわよ。化粧品に香りがついてるからそれで誤解させちゃったのかしら。普段は不当の付近でお店を出してるから、高校なんか使ったら下心ありありの船員どもが寄ってくるかもしれないでしょ。そうか、残念だ。でも高校といったら
ウグイスの手作り高校を知らないの？ウグイスって春紅葉のあのウグイス？そうよ。彼女の作る高校はお金持ちのお嬢さんたちに人気でね、彼女が作ったものは市販のものよりずっといいって聞いたわ。やった、情報ありがとう。これでまた一歩前進だな。I think we're going to the one that I actually, like, I initially thought we were just going to go straight to. I think it is who I think it is. It is! Oh my god. Of course they have to make it like, yeah, we need to ask this guy, yeah. Damn it. あら、やっと来た？待ちくたびれたわ。え？どうしてオイラたちが来るって分かったんだ？ええ匂いがする人を狙っとる二人組がおるって聞いてな。おい、なかなか来おへんから心配したんよ。ある意味うちの魅力に対する試練やろ。いや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 、狙っている？なんかオイラたち変質者みたいになってないか？噂が噂を読んでどんどん膨れ上がっとるよ。言葉は気ぃつけて使わんと。でも安心し、効果を作ってほしくて来たんやろ。どんなものがええ？いっぺんに3つも作らなあかんの？ Dude, why is her voice like this? 若いのに意外と欲張りやね。まさか噂ってほんまなん？ You got a problem with that. I was just gonna skip. 切羽詰まって言い訳しようとして。Bruh! たとえ神さん相手でもこんな種類いらんやろ？嘘が見え見えやよ。なあ、この伝統は忘れられて長いって勝利が言ってたな。いや、勝利だな、勝利。とにかく恋はした者勝ち。I'm sorry, I'm gonna skip. I can't stand up. 何言ってるんだ？はいはい、骨作ります。さて、どこで高校を作ればいいかしら？ What the kitchen at Charlie's place? あら、バーミンド？チョイスやわ。ほな、行きましょか？ Wait, that's an accent. What? Wait, that was...Okay. ウー師匠に言っといたわ。そろそろ始めましょうか。責任の準備はできたやろか。助手としての責任やよ。うちが準備しとる間にまずは水汲んできてくれへん？いや、大阪弁じゃん。 Okay. Fetch some water. Where? Behind. え？ Sit here. Oh. Oh. Draw water. Wait.水質はぼちぼちやね。次は合成台で現象花からオイルを抽出しようか。高校の作り方は錬金術とはだいぶ違うんよ。こんな感じに優しく杵を握って、手のひらをぴったりくっつけた方が滑りにくくなってええよ。あとはあんたの見たリズムでやったらええわ。ゲイショウバナの水分は OK OK I get it。 やっぱ素質あるわ。ほんなら材料持って近くの合成台でやってみましょうか。 What do we need to get to Minecraft first? Crafting bench。 3種類とも作るんよ。オイルの段階やと見た目がかなり似とるけど。 OKWhat? Extract... Oh, crafting. Okay.
Oh, no way! It's these ones. Fair enough. I was wondering where they went in the beta. Because I remember looking at them and like, what are these for? Yeah, I remember. I genuinely remember. Unless I remember this one, the maiden one. But I don't remember the other two. Anyway. さっきのお水の中に入れて水分が蒸発するまで弱火で煮るんよ。この時の火加減がほんまに大事よ。強すぎたら香りに影響出てまう。ほんま大事よ。火加減のコントロールに注意してな。これが最後の仕上げやから、ゲイソウバナの水分が一滴も残らんようしっかりな。しっかりな。Oh my. よし、無事に3種類とも高校ができたわ。ええ仕事っぷりやったよ。よし、あんたって心の思いのまま努力できる人なんやね。Oh my god! Should I do this? Oh my god, should I do this? I told you it's not like that. Oh, fuck it. あら、うちが適当言ったこと覚えててくれたん？想像よりええ人やね。気ぃつけな。うちまであんたの虜になってしまいそう。さて、それぞれの高校について紹介してあげるわ。タイプの子に合わせてプレゼントするんよ。I am confused. けしからん。けど、一応聞いておこう。一つ目はな。甘くて夢にあふれた感じ。若い女の子が好きな香りやね。Wait, what? 二つ目は高貴なイメージがあって、お金持ちのお嬢さんが気に入ってくれるはずやわ。最後のは優しい香りやけど長持ち。ほんのりスモーキーさを感じさせる大人の女性に受けがええと思うよ。ちゃんと覚えとう？間違ったら大変やよ。OK。やらしい。うちに手伝ってほしいことはこれでおしまいやな。ほんなら、最後にある言葉をあんたにプレゼントするわ。さんまたするんやったら、まずどこから着手すべきか。It's not like that! Oh my god! It's not like that! Bruh! 時間あったらまた春光用においでな。これで三種類の高校が手に入ったし、早く七天神像に行こう。勝利が待ってるぞ。勝利、高校を持ってきたぞ。勝利、心臓に向かってぼーっとしてるな。長いこと待たせすぎたのかな。ああ、来たか。そんなには待ってない。心臓に刻まれた岩王帝君の守衛と比べればほんの一瞬だ。人と彫像を比べちゃダメだろ。それもそうか。どうだ、高校はできたのか。おう、三つとも高校にしてきたぞ。ご苦労だった。順番に捧げてみよう。一つ目は甘くて夢にあふれた感じ。若い女の子が好きな香りだってウグイスが言ってたな。二つ目は高貴なイメージ。お金持ちのお嬢さんのお気に入りだって。三つ目は優しい香りだけど長持ち、ほんのり、なんとかかんとか大人の女性に受けがいいって。あれ、今のって、あれって大人の女性に受けがいいやつだよな。まさか観音帝君って本当はお姉さん。そうかもしれないな。
岩王帝君の化身は数多く存在する。その中の一つかもしれない。巨大な竜の姿しか見たことなくて残念だな。それにリーユエ七世が早く真犯人を捕まえてくれるといいんだけど。それは偉い奴らに任せておこう。俺たちは岩王帝君へ送る品の準備に集中するんだ。これでまた一つ準備が終わったな。次は何だ？次は俺の代わりに先人の鈴を借りてきてほしい。 Wait, what? 先人の鈴？先人の鈴を保管しているのは俺の友人でピンバーヤという人だ。彼女は玉境台周辺にいる。誰かに聞けばわかるはずだ。おお、でも勝利は一緒に行かないのか？ああ、ちょっと事情があってな。代わりに頼む。ほう、なんだか勝利の様子が少し変だな。 That smells divine. 商業無常、商業無常。ああ、気にせんでくれ。ただこのルリユリが散っていくのを見てもったいないと思っておっただけじゃ。この花、どうして散っちゃったんだ？バーヤが若い頃、このルリユリは人の感情がわかると言われておった。例えば笑い声や歌声、楽しそうな声を聞くと花も喜んで綺麗に咲くんじゃよ。逆に良くないこと、例えばでたらめな噂話なんぞを聞くとすぐに枯れてしまう。じゃあこの花たちは今リーユエコーの現状を感じ取ってるんだな。 That's actually pretty cool. そうじゃ、岩王帝君が死んだなんて噂はただごとじゃない。ファデュイの陰謀だの、海にいるあれが暴れたからだの、七世の自作自演だというものもおる。この港はまるでマッチの山みたいじゃ。小さな火がついただけでそれが一気に燃え広がる。ああ、この話はここまで。バーヤは年寄りじゃから小言を言うのが癖でな。あるもの？ああ、先人の鈴を借りに来たのかい？それ以外、若者が求めるものなぞこのバーヤは持っていないからね。でもその鈴はバーヤのものではない。ある友達が持っていたものなんじゃ。若い頃バーヤは綺麗なものが好きでね。鈴が気に入ったから譲ってくれと友達にお願いしたんじゃ。そんなバーヤに参ったのか、友達が鈴をくれての。でもその時、今後誰かがこの鈴を借りに来たら必ず渡してほしいと言われたんじゃ。 Why do I feel like that's like she's talking about Shori? Oh my god, my head. 過去にこの鈴が借りられることは何度もあったのじゃが、いつの間にか鈴を借りに来る人はいなくなっておった。バーヤの老いた体じゃ、探すのに一度時間がかかりそうじゃ。少し。でもいきなり自慢か。子供たちや、鈴ならすぐ近くに保管してあるから心配無用じゃよ。Yeah, also I apologize. I kind of skipped her line. Yeah. ん？おばあちゃん家ってこの近くにあるのか？ここって極境台だぞ。お金持ちなんだな。パイモン。バーヤじゃ城内に屋敷なぞ買えんよ。この壺を見ておくれ。バーヤの荷物は全部ここに入っておる。
荷物が全部？ And you go Paimon! 入るか！どう考えてもオイラが入れるわけないだろう。それに入る必要もない。蓋を開けて中を見ればいいじゃないか。とにかく鈴はこの壺の中にある。鈴が欲しいなら中を覗いてみるとよい。変わったおばあちゃんだな。荷物が全部壺の中に入っているとか冗談だよな。Oh my god. Oh my god. Oh. 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 ここは一体どうなってんだ。もののたちよ、そこはバーヤが荷物を入れてる壺じゃが、鈴を探しに置く。うわぁ、おばあちゃんの声だ。ここってまさかおばあちゃんの壺の中？どういうことだ。掃除しないと蜘蛛の巣だらけでいかんの。子供たちや、バーヤの代わりに掃除してくれんか。 Who is she though? Oh my god, I feel like she's very important to the story or something like. あら、あつあつでしょ。7号式モジュール6308。その意味いただいたわ。取るに足らないわ。Okay, okay, 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 okay. I'm sorry. I'm just so like, I can't. I have no words of how like on how beautiful this place is. Even though this is annoying, MiHoYo, please, like, bruh. Eh, but at the same time, I guess I'm the only idiot that would fall for that. Kizuita ka? Saki no kumo no tsu, genso de kousei sarete da. No way, really? Kono tsubo, oba-chan, ittai nande souji shite nai nda? Goba! Anzen kyuri, kakunin, soya! There we go, goodbye. Yo, this place looks beautiful. Na, kono kawatta tsubo ni senjin no suzu made motteru nante. Ano oba-chan moshikashite senin? That's honestly a pretty good shout, Paimon. Oh! Oh! Yaba, 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 yaba. Masu masu ayashi.絶対仙人だと思うぞ。でも仙人たちって絶雲の間に住んでるんだよな。どうして城内にいるんだ。That's a pretty good question if that's true. Bruh! Thank you. 諦めなさい。 Okay. Alright, alright, let's just continue. Oh!一体何層まであるんだよ。Yo, this spot, man. オイラたちもこんな壺を持ってたらな。少なくとも野宿しなくて済むしな。ほう。Seriously, I'm sorry that I'm not talking as much, but I'm just like so. Like, my head is trying to like think about like the story, the lore, and like what's happening. Like, yo, there's so many things. Cleansing bell. Mitsukatta kai?
若者は動きが機敏で助かるね。さて、出るにはどうするんじゃだか。これでよし。子供たち、早く出ておいで。いや。I have no words. I don't know how I would like upload this, honestly. Maybe I'll split it into two, but oh my god. Yo.